混乱続く旧ジャニーズ、現スタート者、お尻目に、会進撃を続けているのが 2B の滝沢修明社長。所属アーティストのナンバーアンダーバーアイが、10月中旬に紅白出場候補と早々に名前が上がり、今月18日時点では、出場内定、とスポーツ資格誌が報じた。同14日には、ベストヒット歌謡祭2024、読売テレビ系、に出演。 大阪、関西万博の会場のダイヤネリングの下でパフォーマンスを披露している。写真、新しい地図、の3人から、滝沢秀明はどう見える同番組には関西出身のスーパー A と、何は男子、AA。グループといったスタート者タレントが出演した中、関西に縁のないナンバーアンダーバーアイに違和感を示す声もあるが、元テレビ朝日プロデューサーの沈め博道氏は、 それでも選ばれるのはタッキーの手腕としてこう続ける。滝沢さんはタレント時代から滝沢歌舞伎など演出から取材対応までプロデュース能力にたけ制作側の人間からジャニーズの次を背負っていく人として認識されていました。演出力に加えて旧ジャニーズの殿様商売の嫌なところを熟知しフェアトレードで交渉できる方。 ジャニーズ的男性グループ需要は常にあり、起用する側としては安心感のあるところに頼みたい。そこに馴染みがあって、彼のところなら大丈夫、無理な要求はないという信頼を得ているのが滝沢さんなのだと思われます。今まで気づいてきたキーマンとの太いパイプを持ち、生え抜きのジャニーズアイドルならではの人間力で気持ちよく交渉ができるから結果的に大きなオファーが増えている。 ナンバーアンダーバーアイの、ボン、インツム、イナズマ、など、和を意識した楽曲も、インバウンドや海外の目を意識していて、万博関連イベントに入り込めたのも諸々、滝沢さんの戦略あってこそでしょう。11日には元ジャニーズジュニアの大東達基、19を中心にした7人組新グループ、クラス7が誕生。育成は滝沢さんの得意分野ですから、 今後はナンバーアンダーバーアイと新グループを中心に、このビジネスチャンスの間にパイを広げると思います。静めし。ラツワンをフルうタッキー社長の快進撃はまだまだ続きそうだ。